このような大壺が昔は水や穀物の種を入れるために使われていました。今では骨董品として人気を呼んでいます。信楽焼の歴史は屋根瓦から始まりました。8世紀の中頃、この地に信楽の宮が作られた時、宮殿の屋根を拭くためにおびただしい数の瓦が焼かれたのです。天平時代に作られた壺、鎌倉時代の大壺、赤みを帯びた色調は粘土に含まれる鉄分が醸し出した色です。室町時代に入ると信楽の焼き物は茶道の世界でも多くの茶人たちに愛されるようになりました。素朴な信楽焼には茶道で大切にされる侘び寂びの味わいがたくまずして備わっていたのです。天日で十分に乾燥した生地を登り窯の中に並べていきます。大きな登り窯をいっぱいにするには2ヶ月もかかります。一番下の大きな部屋から火を入れます。4時間交代で薪を入れ続け、釜焚きは丸4日間続きます。その間、釜の中の温度は1300度にも達します。下の部屋が完全に焼けたら、一段ずつ階段を上るように上の部屋へと火を回していきます。
釜炊きが終わるとそのまま4日間ゆっくり冷やします。そしていよいよ釜が開かれました。この時、職人の心は期待よりも不安でいっぱいです。どれほど手をかけて作ろうと、最後に仕事を完成してくれるのは炎だからです。